ナオミ・ヨシムラは、日本の歌手、作詞家、作曲家、音楽プロデューサー、モデル、女優。小学生の頃から詩吟を習い、ゴスペルソウルR&Bヒップホップレゲエといった音楽の世界に魅了される。この頃より独学で作詞、作曲をはじめ、中学の進学を機に本格的に芸能活動をスタートする。受験するオーディションはすべて合格するなど、当時からその才能が注目されていた。高校は、肘女子学園高校で一芸として歌を披露したところ、異例の即合格となる。同級生には、小田茜、矢田亜希子、馬淵絵入香等がいた。英語を習得するため、短大は上智大学短期大学部、大学は上智大学へ通う。単身渡米後、ホイットニー・ヒューストンのボーカルトレーナーに才能を見出され、直々にボーカルレッスンを受ける。同時にフジーズのサウンドクルーと音楽活動を開始。その後、ドリームズカムトゥルーがニューヨークを訪れた際、歌を披露したところ即契約となる。そして吉田美和の吉、中村雅人の村、本名のナオミからアーティスト、ナオミ・ヨシムラが誕生する。アーティスト活動のみならず、作詞家、作曲家、音楽プロデューサー、モデル、女優としても活動。また、義兄は世界的に有名な DJ スピンバットであり、自身の作品のリミックスにも参加している。1991年フジテレビのオーディション番組、ゴールドラッシュ。司会、堺正章、八木亜希子で、歴代最年少の優勝者、同番組では千秋も優勝者である。1996年から小倉慶、木杉隆雄が手掛けた、オーロラのアダージョのボーカルを務める。インディーズで活動を行っていたがアメリカへ単身渡米。そして、ローリンヒルのデビューバンド、フージーズギタリストジョエル・サーバレスと出会い、ニューヨークにて楽曲制作を行う。帰国後、川村直美名義で2000年、異邦人、隣人をホワイトハウスレーベルからリリースする。2002年にニューヨークでドリームズカムトゥルーと衝撃的な出会いを果たす。同年2002年7から9月全国アリーナツアーであるドリームズカムトゥルー2002モンキーガールオデッセイアレーナミックスにバッキングボーカルとして抜擢され、メディアからも大きな反響を集めた。DCT レコーズからナオミ・ヨシムラとしてデビュー。その後2004年ユニバーサルミュージックからメジャーデビュー。2003年7月2日、シングル、花でデビュー。その後シングル7枚、アルバム3枚をリリースする。9月から12月、4ヶ月間で約100公演のライブを実施し、観客動員も1万人を超えた。2004年セカンドシングル、幸せの湯発売。FM ノースウェーブにて、ナオミ・ヨシムラのゴー、ゴー、ナイト、スタート。サードシングル、太陽の公演発売 TBS 系全国ネット CDTV5 月度オープニングテーマに決定。J-WAVE 中村雅人の王、マイラジオのパーソナリティのレギュラーを務める。2005年1月12日セカンドアルバムアフロディーテ発売初の全国ワンマンライブツアー開催。全国ソールドアウトナオミ・ヨシムラライブ2005アフロディーテ2006年クロス FMナオミ・ヨシムラ熱い夜レギュラーを務め、同時期に東海ラジオ、ナオミ・ヨシムラのパワー100レギュラーも務めることとなる。2007年ラブ・シークレット・リアーナのパーティーに出演。クロス FM 主催、ナオミ・ヨシムラ熱い夜のイベントに出演。セブンスシングル、夢見心地ゆらりを発売。そして、DCTgardenザ・ライブの全国ツアーに出演。札幌ベッシーホール、福岡ドラム BE-1、名古屋 L、フィッツオール、大阪ミューズ、渋谷アックス2008年ターニバルセンスというユニットを、組アルバム、シャイニングをリリースし、JP ウィークリーチャート及び、有線インディーズチャート1位を獲得した。表題曲の、シャイニングが、ビーチバレー国内大会、ファイテン JBV ツアー2008のオフィシャルソングとして、起用された。2009年 RE プレイというユニットで活動し、楽曲制作を開始、ライブハウスやクラブイベント等で活動。2012年には、シェネルの楽曲制作に携わり活躍の場を広げている。2013年には、ナオミ・ヨシムラとしてデビュー10周年を迎える。同年7月6日には、デビュー10周年を記念し、東京にて、ナオミ・ヨシムラ10th Anniversary The Liveを開催し、満員御礼となる。2014年8月10日には、エースシングル、赤い糸から君を温めたいと願う、この日々を今愛としよう、幸せをリリース。同日、東京にて、ナオミ・ヨシムラザライブ2014を開催し、満員御礼となる。また、8月16日には、日本三名園岡山後楽園で開催された、岡山後楽園夜間特別開園から、幻想庭園からの出演し、ザライブ2014 in 幻想庭園と題し、4000名の観衆を魅了した。2015年7月1日には、翌日のデビュー12周年を記念し、シングル、アルバムともに、自身初となるデジタル配信としてリリースした。2018年1月10日にデジタルシングルの夢の帰る場所をリリース。今作は、和田興産株式会社が提供するワコーレの企業ブランディング CM のイメージソングとして起用され、関西圏全域にて、テレビ CM、ラジオ CM が大量オンエアされた。また、未発表曲である、My Love is Your Love、赤い糸カミングオブエイジバージョンが、キリンビール、岡山工場45周年記念イベントのイメージソングとして起用された。続いて、イオンモール株式会社として、初の複合型アウトレットモール、ザ・アウトレッツ広島の開業に伴い、グランドオープン版、汎用版のテレビ CM、ラジオ CM のサウンドプロデュースを担当した。6月26日には、ターニバルセンスがデビュー10周年を迎え、7月2日には、ナオミ・ヨシムラとしてデビュー15周年を迎えた。11月1日には日本初の本格的音楽専門インターネットラジオ局バックステージカフェの開局に伴い看板番組であるモーニングミュージックマーケットのオープニング楽曲をサウンドプロデュースした。川村直美名義、ナオミ・ヨシムラ名義、ナオミ・ヨシムラ名義ターニバルセンス名義、ナオミ・ヨシムラ名義、ナオミ・ヨシムラ名義。ありがとうございます。